暴れて出てきて、じゃんじゃんじゃーん。女王様この液死体ガーター参上です。こいつらをやっつけておしまい。汚いぞ。それじゃ遠慮なく行かせていただきます。このくらい全然平気だぜ。アートさん、サキ大丈夫だ。俺は何があってもサキを守る。アートさん、もういいわ。おしまいおしまい。あ？もうせっかくサキに成長してもらおうと思って舞台を用意したのに全部台無しじゃない。なんだよそれ、どういうことだ。アオト、あなたがサキに介入したからこの世界でのサキの影響力がとても強くなってしまったわ。そうなのか。ねえアオト、あなたはどうしてサキに肩入れするの？そりゃサキを守るって決めたからさ。いつでもサキのやることを肯定することばかりが味方じゃないの？サキにはもっと大人になってもらわないと困るの。いつまでも夢ばっかり描いていたらいつまで経っても状況は変わらないわ。だからサキは嫌なんです。今のままがいいんです。サキ、平和的解決やみんなと仲良く暮らすことは決して悪いことじゃないわ。むしろ私だってそれを望んでいる。でも世の中ってそういうものじゃないの。それじゃどうにもならないことだってたくさんあるんだから。そんなことありません。世の中は本当はとっても綺麗なんです。ただ今は皆さんしょんぼりしちゃってるだけなんです。きっとそうなんです。やれやれ、まあやっぱり無理よね。そんなコロッと意識が変わるようならもうとっくに変わってると思うし。一体何なんだ。でもサキのその性格は必ず近い将来大きな破綻をきたす原因となるわ。それを少しでも緩和するためには私が融合してサポートするしかないわね。融合するのか。そう、本来別々の意識を持つ私とサキが心の中で溶け合うの。でも心配しないで。融合を行ってもサキはサキだし私はサラパトゥール、何も変わらないわ。ただお互いの苦手なところをお互いがサポートし合えるようになるだけ。今度はお願いよサキ、私と融合して。そうすれば私はあなたを守ることができる。だからお願い。サキ、少し考えさせてください。わかったわ。解決したのか。確かに融合することは悪いことじゃないと思うんだけど、なんか腑に落ちないな。よう腐った顔、どうした、元気ないぜ。ああ、今回のことはサキにとっていいことだったのかなと思ってさ。なんだそんなことか。そんなことはお前が悩むようなことじゃねえよ。それが良かったか悪かったかなんてのは永遠に決まるものじゃねえ。わかるか。いや、今辛くてもそれがあって将来幸せになれることなんてたくさんあるだろう。そういうことさ。世の中今が全てだ。そこにはいいも悪いもね。常に前を向いて歩くのみさ。
爆弾のくせに随分前向きなんだな。ふん、前向きでなければ爆弾なんてやってられねえよ。ま、確かにそうだよな。あら、こんなところで油売ってる暇があるなら、サキをねぎらってやりな。サキ、こんなところにいたのか。どうだ、考えはまとまったか。はい、まとまりました。サキはサラパトゥールさんと融合しようと思います。本当にそれでいいのか。はい、ちゃんと考えましたから。サキがサキでいるためにサラパトゥールさんはサキと一緒になってくれるんだって分かりました。サラパトゥールさんはサキを消そうとしているわけでも乗っ取ろうとしているわけでもなかったんですね。ただサキのダメなところをサポートしてくれていただけなんです。だからもう何も怖くありません。融合をします。わかった。私を受け入れてくれるのね。とっても嬉しいわ。よろしくお願いします。融合が始まると今までサキが知らなかった記憶や感情が入ってくるわ。でもその時には落ち着いて受け入れてほしいの。はい、頑張ります。それじゃ融合を始めるわね。ワースイエラエクセクフリップコスモスフィア。うわっ、先まで何かが入り込んできます。大丈夫よ、決して拒絶したりしないで。あなたはどうするつもり？創造者、無責任。誰ですか？でもまだ大丈夫。あと少し、まだ時間が。だからお願い、早くあなたを取り戻して。取り戻す？どういうことですか？あなたの本当の使命を早く思い出して。さっき。おめでとう、これで私たちは融合できたわ。サキ、どうだ、大丈夫か？アオトさん、心配してくれていたんですね。ありがとうございます。サキは大丈夫です。そうか、よかった。そしたら早く服を着てくれ。どうしてサキは裸なんですか？融合するときはできる限りお互いのお肌を接触させないといけないから。でも別にいいじゃない、青と